回路を見つけて、あいつのオーバーライドを手に入れよう。ウルヴァンド本人がまたここにやってきたんだ。しつこかったが私も頑張ったよ。それだけじゃない、仕返しもしてやったんだ。本当さ。仕返し？料理を作るとき本来なら塩を2つまみ入れるところを3つまみに。ああ、何事も小さな一歩からというしな。頼まれたものを手に入れた。なら好意にお返しできるよう私が頑張る番だな。よし、始めよう。すごい力が溢れてくる。最高の食事がしたくなったらここに来な。次回はもっと挑戦的な料理を作ってやるよ。分かった。お前も周りの言いなりになるなよ。実は今考えてるとこ。あいつらに仕返しするための料理をね。また来てくれよ。また食いに来たのか。
場所もボロボロだな。通れそうにないな。また後で戻ってくるか。どうにか鶴を取り除く方法があれば。着いたぞ。それにあの装置もあるな。レンズだ。使い道は後で考えればいいか。破壊できないようになってるのか。
回ばかりはあいつも無視できないだろう。降りた方がいいな。旅するオセラムの一方を知ってるか。一緒に行けたらよかったのにな。歓迎するよ、中野。おい、気づいてんだろ。仕事しなきゃ。おい、見ろって。礼儀がなってないのか。走るな。あだねに誓ってもいい。こんな楽しい旅は久方ぶりだ。
ブリスルバックは石切り場の西で目撃されたと言っていたな。念のため谷の奥も調べておこう。滝のそばにブリスルバックの死骸、調べてみよう。落下した衝撃で死んだのか、崖の上から落ちてきたのかも。このまま先に進んでみるか。古い鉱山、あたりの木々が折れているな。群れになぎ倒されたみたいな。ブリスルバックはここから来たのか。でもどうやって、まさか谷の外に続いているのか。先に何があるのか確かめよう。線路が崩れている。それも最近だ。あっちには行けないか。鉱山の奥から煙が上がっている。爆発か。ブリスルバック、やっぱりここを通ったんだ。閉じ込められたのか。あいつらを倒さないと調べられないな。あの機械はオーバーライドできない。でも機械路があればできるようになるはず。
保管庫から後で補充しよう。煙が充満してる。鉱山はかなり深いみたいだな。ウルバンド宛ての手紙だ。この鉱山は閉山予定だったのか。ウルバンドが欲を出して山の奥まで掘り続けたってことか。ジャバードに報告しに行こう。ウルバンドは密かに鉱山を爆破し続け、資源を掘り尽くそうとしたのか。そこにブリスルバックが現れた。爆破で入り口が開いたのか。でもどこから。
着地の計算が甘かったな。ビスタポイントの画像を表示できる。もう一度やってみよう。